はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、前回ですね、スクナに領域展開でボコボコにされたところからスタートですね。まあでも一応まあちょっとは進捗、まあ3級にはなったから、こっからとりあえず準2級、いや2級まで行って、2級まで行けばね、やっぱり今の五条先生だったら、ほら紫、あでもそっか、これ陸眼終わったんだ、やられたから残念ながらもう陸眼使えませんね、これ。でもさ、これ最初からチートだから一応陸眼 OK にしていいのか。そういえばそっか、陸眼は、そうだ、今回はそうだった、すみません、今回はチートでしたね。チートの、五条悟なので、陸眼ももちろん無加減も全部ありです。はい、そうだった、忘れてたわ。よし、これでとりあえず半分で撃てる。 OKOK、 大きいですね。でこれまだあれかな、やられても無加減はどう、これ無加減どう、これ、お、え、待って、来たかも。あ、みんな無敵僕無敵かも。待って、少な、え、待って、勝てる、え、待って、どうしよう、え、無敵、ちょっと待って、無敵かどうかちょっと試そう。まずコーガイル、ちょ、コーガイル、ちょ、僕殴ってくんねえか、殴ってくれ。あー無敵ー、あ、でも待って、スクナはダメだ、スクナはダメ、スクナはあの相手しちゃダメ、領域展開撃たれたら終わるわ。あ、待って、どうしようこれ、あ、勝っちゃう、あ、待って、あ、イタドリくんか、イタドリくんは大丈夫、え、これ呪力減りません、ダメージ受けません、無敵です。はい、これを本来なんかやりたかったの、ずっと使えるよみたいな。でも呪力普通減るんだけどね、呪力が一応あれか、減らないっていう感じになるのか、わかんない、陸眼の効果かわかんないけど、ちょ行こうぜ、あかっ、ポーン、あっ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 、みあぶねー、いやでもあれか、ちょっと赤もうちょっと近づかないといけないんだね。いや待って、これゲトを挑みたいな、でも呪霊じゃないから別に身長が上がらないからな、え、どうしよう、ちょっと待って、これ無加減打ちて、無加減でも打ちたいけど、ちょっと制限さすがにつけないと無敵になっちゃうから、さすがに制限はつけよう。どうしようかな、なんか何分間みたいな、何秒間っていうのにちょっと制限つけようか。いやでもなんか何秒間って分かりづらいよねえ、どうしよう、1回の戦闘でとりあえず、まあ、どうしよう、ちょっと一旦保留にしろ、するか。一応無加減は使えるってことは分かったから、ちょっとね、やっぱり10秒間とかやるとさ、無加減使った瞬間なんか1、2、3とか数えないといけない。あ、でも時計見ればいいのか、時間見ればいいのか、あっちの時間え、ちょ、ゲト1回やってみて、無加減で行こうぜ。ちょっとせっかくだからさ、せっかくだったらやりたくない、これ。無加減これ減らないんすよ。磁力がその代わり復活しないって感じか。おら、ゲト勝負じゃい、負けんぞわしは、悪いな、ん、おい、効かないね、効かないね、僕最強だからねえ、僕最強だからさ、ゲトくん、そんなさ、こっちにおいでよ、ゲトくん。ん、どうしたのかな、ほら怖いのかな、ゲトくん、ほらかかってきなさい、青だよもう一回青だよ。そうか、ダメージがおそらくこれ入らないから、ゲトくん攻撃できない。あ、待って、これゲトさ、紫パーン、ね、耐えれた、これありがたいね、これゲトをいっぱい呪霊出してくれるからめっちゃ強くなれる。待って、これトライアングルさんいいのか、いやでもこれあれだ、あーでももう呪力ない、わー細場だ、やばい、細場まずい、はめられる、はめられるぞ、待って、これしかも呪力なくなったからダメージ受けんじゃない、これ、あれ待って、これ僕これ無加減じゃない、はーやばい、無加減切れた、だすいませんでした、すいません、助けて、出ます、で、あ、僕にかかればこんなもんだ。うん、まあやっぱり冷静沈着な実況をしていたからこそ、やはりもっとね、冷静に戦う、スマートにね、スマートに、勝たせていただいてありがとう。いや、余裕でしたね。うん、余裕だ余裕だ。そっか、無敵じゃないんだそうか、無加減はあれか、なくなったら磁力がゼロになったら切れるんだね。へえ、知らなかったよちょっとばかり、ちょっとだけね、ちょっとだけ焦っちゃったかな。うん、まあ少し、まあ少しだけね、
まあちょっと冷や汗一滴ぐらいちょっと垂れちゃったかなって感じだけど、まあまあまあ全然そこまで、そんなの全然ね、あのやっぱり冷静沈着な実況をしている僕にかかればそんなの余裕、まだこういけるでしょこれ多分。でもだいぶね、あれ上がったと思うよ、その名声っていうか、だいぶ呪霊払ったからさ。あ、簡易領域来た、簡易領域来ましたね、これ多分ね。ほらもう一発、はい、オッケー。え、名声特急、特急相当討伐する、多分ゲットを倒したからだよね。でも2級にはまだ慣れてない。そうだね、一応名声はあるけど、一応呪術師としてはまだあんまり上がってないから、多分呪力もそんなに上がらないんじゃないかな。いやでもちょっとこれご飯がまずいですね、これご飯。いやでもこれ一気にちょっと特急まで上げに行きたいな。2級以上倒すでしょ、2級を倒すじゃないよねこれ多分。2級以上だもんね。で、多分ゲトウは、まあ、呪霊になってない、呪霊としてもちろん判定されないから、まあ、進捗は上がらんかったって感じだね、多分。あった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 。よーし、オッケー。これで食料問題をなんとかまた、解決ですね。よし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 。で、陸が、来たー。あれがなんか2級のあれに見えたわ。青の、名前なんだ、ラグビー場のやつ。あれに見えた、ビビったー。倒しに行くかこれ。3級。あ、磁力がどんどん、皆さん見てください。これ回復しておりますぜ。よし、行くぞ。やあ、ほっぷね。あそこにオップの、とりあえずちょっと正直落とされた方が美味しいと思ったんじゃない？いやそんなことはないですけど。そうだね、これ鉄、まあまあちょっと無理は取らずに、まあなんかついでになんか鉄があったら鉄をつけて鉄装備意識だねこれ。わーほら、よし最後は殴れよし。やめな、いやあ、取らないで、プライベートです、奈良子ちゃん、プライベート、奈良子ちゃんのプライベートが取られちゃう、やめて、ちょ、あらぬ疑いが、危ねえ、フライデン取られるとこだった、危ねえ、僕の秘密は、あ、待って、でも、体力、あれ、見て、103、うん、勝てるのべよ、ちょ、待って、これ一回、ちょ、っとチートいきます、無加減、で、紫、いくぞ、まあ、人いけ、おらあ、消したんだぞ。よし、いやでも、あーでも倒したこと、あーそっか、モッドが違うからな、モッドが違うから残念ながら、あーダメっぽいな。いやでもちょっと改造人間今させられそうだったね。さあじゃあちょっと、ん？これ誰？うわ、しかも暴走当時じゃね、暴走当時、これ無加減でいくか、無加減でいこう、行くぞと、あー待って、ご飯食べて大丈夫、行くぞ、と消えた、くそ消えるなよ、なんで消えんねん、なん誰かしら、今写真撮ったのは私のプライバシーよ、やめなさい、本当にそういうとこだぞ。お、まだいるじゃん、あれ当時、ほら当時、君は呪霊じゃないが倒させて、おいな、君確か、あ、待って、当時確か、待って、当時忘れてた、当時は無加減が効かないの、やばい、逃げろ、全力で逃げろ、全速前進だ、逃げるんだよ、全力で逃げるんだ、やばい、そうだった、当時は無加減も無力者も効かないこと忘れてた、危なかったです。あれ、あれ五条先生は、あ、五条先生が助けてくれる、よし、じゃあ一緒に戦いに行こう、これ五条先生と、よし、五条先生、ボボボ